チーゲーミング。皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、チーター撲滅せよということで動画にしていきたいと思います。ロブロックスをプレイしている中でチーターに会ったことがある方は多いと思います。今回ですね、ロブロックスがそのチーターに対して大きな対策を打ったということで、もう界隈が大にぎわいなんですが、そのことについてお話をする前に、マーチーがですね、今まで体験したムカつくチーターが現れたゲーム4選ということで、ランキング形式でシェアしてみたいと思います。というわけで、どんなチーターがどのゲームにいるのか見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず第4位でございます。こちらはね、もう私たちマーチーゲーミングのゲーム内に現れるマチコを狙ったチーターでございます。こちらは私マーチーが雑談配信の時に使うスーパーマーチーラジオステーションというゲームでございます。まあまずチーターってこんな感じで飛ぶんですよ。で、飛んで近づいてきてマーチーを狙って吹き飛ばします。もうこれは本当に嫌でした。では次、第3位に行きたいと思います。第3位はビッグペイントボール。ビッグペイントボールってさ、あたいがロブロックスを始めて初めてドハマりしたゲームで、本当に大好きなゲームなんだけど、このゲームってさ、センチュリーっていう直置きをして連射してブワーって弾を出してくれるロボットみたいなやついるじゃん。あれをさ、ありえない数で出す人いるよね。あれはもうさ、チート機能だよね。だからもうその人が独り勝ちになっちゃうし、ヌークなんかガンガン出しちゃうしで、本当にさ、このチート機能に関しては私は不快な思いをしました。皆様の中にも経験された方いらっしゃるんじゃないでしょうか。次、第2位はスラップバトルでございます。スラップバトルって途中でさ、生き残りをかけて180ぐらいスラップ数稼ぐみたいな、こういうシーンあるじゃん。謎に空中に浮いている2機ですね。もう本当にこんな風に浮かれたらさ、自分が倒すことができないからスラップ数が稼げないわけじゃん。しかもこの稼げるなんかこの試合みたいなやつってさ、そんなに頻度が高くないから、もうなんか萎えるよね。皆さんどうですか？第1位はブレードボールでございます。マーチーはですね、少し前からブレードボールにハマってて、なんとかですね、ポイントがね、ここまで回復できたんですが、なんとかダイヤモンドに行きたいと思いつつ、で、これいいでしょ、ケン。これガチャでね、当たったんだ。どれだったかな？これだったかな？あ、そうそう、これでさ、当たったんだよ、これ。すごくない？やばくない？まあ、正直99ロバックス払ったよね、このガチャのためには。でもさ、99ロバックス払って1ラウンド回したら、この黄色のが出たの。やばくない？いいでしょ？失礼しました。マチコの悪い癖が出ました。まあ、とにかく、このブレードボールって今、ランキング形式で、上位を狙って皆さんが頑張ってるところなんですよ。そうやってさ、競争している中でチーターが現れたらさ、まあ、萎えるんだよね。どんな風にチーターが現れるかっていうと、ボールの周りにうわーってまとわりつくみたいに、なんかね、鬱陶しくね、飛んでるんですよ。こうすることでチーターにボールが渡りやすくなって、相手をね、なんか倒しやすくなるみたいな、そんな感じなんですけどね。あとね、自分で打った球をすごく変な軌道で動かしているような動きを見せる人もいましたね。これチートだと思うんですけど、どうですか？あとこの枠の外にバーンってはみ出すようにして打ってたりとか、なんか変なボールの軌道のさせ方をする人がいて、技でね、なんか自分のその周りに球を置いたような状態で自分が移動すると球もついてくるみたいなのもあるけど、なんかそれとはちょっと違っててさ。ってことで、なんか他にもね、見かけた方いらっしゃいましたら教えてください。というわけで、いろいろなゲームで見られるチーターについてお話をしてみましたが、今回ですね、このチーターたちに対してロブロックスが大きな対策を打ちました。ということで、その対策について次はシェアしたいと思います。いろんな方が話題にしていますが、ロブロックスのゲームプロデューサーというエヴァンさんがこんなツイートを出しました。あの悪名高いロブロックスのチートツールサイナプス X をロブロックスが削除した。そして驚くべきことに、このサイナプス X の開発元とロブロックスが提携をして、一緒にチート対策を行っていこうということになったらしいんですよ。でもすでにですね、そのサイナプス X のなんかね、ディスコードとかウェブサイト、テレグラムとか、なんかそういったものがもう全部ね、消えてるらしいです。サイナプス X のウェブサイトを見たらね、もうこんな風に書
書いてありました。私たちは今後サイナプス X を提供することはない。ソフトウェアのサービスも終了したし、すべてのユーザーのデータも削除したとのことです。もともとはこのサイナプス X ってそのゲームを作る時の開発支援ツールだったらしいんだけど、なんか悪用されてしまったということで、そんな風に説明をしているサイトもありましたが、まあでも今の現時点で悪名高いという風に言われてしまうほどなので、ハッカーツールとして有名だったんだろうね。まあそんなサイナプス X とちゃんとね手を組んでロブロックスがチート対策をするということで、本当にこれはいいことだなと思います。またさ、このゲームのさ制作者側さんに対してもさ、ものすごく失礼な行為だと思うんだよね、チート機能は。制作者さんがものすごい労力をかけて作っているゲームに対してさ、意図しない行動でなんか他のプレイヤーに迷惑をかけるっていうのはさ、もう本当にありえないと思うので、チーターはね本当にいなくなってほしいです。今後ね、よりフェアにゲームが楽しめるようなロブロックスの世界に向かっていってほしいななんて思いますけれども、皆さんはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はマーチが今まで体験したチーターについてのお話や、ロブロックスがどのように対策をしているかということについてお話をしてみました。いかがだったでしょうか。もう本当にチーターはやめてほしい。マジであれさ、もう迷惑行為以外の何者でもないから、チーターやってるやつフェアに行こうぜってことで、今回はこのあたりで終わりたいと思います。あとね、チーターを見つけたら通報を忘れずに。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。まったり。